スルファメトキサゾールとは、スルホンアミド系の精金的抗成物質の一つ。これはしばしば、トリメトプリムとの組み合わせで、相乗効果を示す。スルファメトキサゾール単剤では、耐性獲得のために無効となりやすいため、日本では、トリメトプリムとの合剤としてしか販売されていない。これを、日本では、ST 合剤と略すことが多い。 s t 合剤での商品名は、バクタや、バクトラミンなど。MRSA を含む、ブドウ球菌、大腸菌、インフルエンザ菌、胃や毛性菌に感受性を持つことが多い。また、尿路感染症で、しばしば処方される。副鼻腔炎において、ペニシリン系薬剤の代替薬として用いられることも、ある。トキソプラズマ症、ニューモシスチス感染症でも用いられる。 スルホンアミド系薬剤はパラアミノ安息抗酸と構造が類似しており競争的阻害薬として作用する。これらは細菌がパバを用いて陽酸を正常に合成することを阻害する。陽酸は DNA 合成に重要な代謝物である。この効果は一般的に精菌的に現れる。陽酸は人体では合成されず傾向的に摂取される。 このため効果は人体には影響せず、細菌にのみ影響する。細菌のスルファメトキサゾールへの耐性獲得は、陽酸合成酵素が変異し、パバ結合性変化などを起こすことによる。最も ST 合剤で、多い副作用、有害事象は、胃腸障害である。発疹、発赤、呼吸困難、炎化障害などが見られることもある。 ST 合剤はまたワルファリンの血中濃度を増加させることもあるため、出血傾向をきたすこともある。また骨髄抑制を起こし、白血球減少や貧血、血小板減少症などを起こすことも稀にある。重大な副作用として知られているものには、がある。ありがとうございます。